立派なヤクだ。なかなか愛嬌のある顔をしてるな。顔、近づけない方がいいわよ。お？なんでだ？なあ、くっ、うわっ、くっそー！そうなるから。ヤクは食べたものを反芻しながら消化する動物でな。むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ。家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反芻したくない臭さだ。よし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど、案外そうでもないのね。この村はヘラビーサに比べて随分錆びれてるんだな。ここは聖領の命に従わなかった者、罪を犯した者、秩序の枷に馴染めない者、今の世界に捨てられた者たちの村だからな。聖領の管理が及んでいないってことか。秩序を乱した罰は追放ってわけ？そうだ。もっとも聖領は断りと呼ぶだろうがな。あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来、姿を現した大魔師たちは、溢れたゴーマを制し、人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。実際に治安が保たれているのは、限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して、大魔師の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張る奴は切り捨てる。なるほど。断りだな。そうだろうが、情がなさすぎる。聖領は万事それだ。人間は家畜でも機械でもない。だから、わしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。人間もいろいろだな。肝心なのは、大魔師が万能でも無敵でもないってことよ。
待て。孫が世話になったようだな。脅してたんじゃないわよ。わかっている。お前たちは旅を続けるんだろう。これを持ってけ。ささやかな礼だ。料理できたわよ、一応。よし、腹ごしらえはできたな。一つ聞いていいか。好きにしなさい。嫌なことは答えないけど。さっきの話だがな、もしかしてお前味を感じないのか。ちゃんとわかるわよ、血の味だけはね。それ以外は何も。満腹感も感じないみたい。見たいって、初めて食ったように。初めてよ、ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ今まで何を食ってたんだ。わかるでしょ、あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ、私がそういうゴーマってだけだから。レシピがあれば料理自体は作れるし、味なんかどうでも構わないし。そうか。戦う力は維持できる、それで十分よ。そういや、さっきの武器屋の親父が神水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに飲んで平気なの。一杯引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん、使うだけだ。お清めでもするつもり。そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな。刀身と柄を止めてる目釘が緩まないように、戦いの前には湿らせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。そういうゴーマなのさ。何の匂い？油か？油断は禁物だぞ。そこだ！くらえ！捕らえられまい！とどめ！捕らえられまい！ラッシュストライク！その呪い！せいや！効果瓶！そこよ！呪い！そこだ！くらえ尽くせ！呪い！せいや！次とどめ！ラッシュストライク！一度かた！ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。行くわよ、効果陣。そこだ、食らい尽くせ。見切れるか。とどめ。見切れるか。ラッシュストライク。せい、捕らえられない。
捕らえられまい。そこだ、食らい尽くす。そこや、呪い、せいや、とどめ。捕らえられまい。ラッシュストライク。そこだ、食らい尽くす。片付いたみたいね。行くわよ。油断は禁物だぞ。そこや、呪い、そこだ、食らい尽くす。とどめ、ラファティレイブン。次、気にさせん。捕らえられまい。気にさせん。効果陣一撃、一撃、捕らえられまい。気にさせん。そこや、呪い、せいや、効果陣。そこや、呪い、せいや、芝居だ。片付いたみたいね。行くわよ。この岩、壊せそうね。お前、強引だな。無茶でもないでしょ。お互い傲慢なんだから。それもそうか。上剤交換陣、そこだ、食らい尽くせ。捕らえられない。そこよ、ラッシュストライク。捕らえられない。交換陣、捕らえられない。捕らえられない。そこよ、しまった。見切れるか、見切れるか。交換陣、セーブ。しまった。捕らえられない。捕らえられない。しまった。捕らえられない。次だ。捕らえられない。そこよ、片付いたみたいね。行くわよ。匂いの正体はタールか。気をつけろ、ハマると底なしだぞ。おお、岩転がって足場固まるだな。何その変なことわざ。刀の錆にしてやるぜ。食らい尽くす。とどめ、ラッシュストライク。呪い、捕らえられ。そこだ、食らい尽くす。じゃ呪い、せいや、とどめ。そのラッシュストライク、効果陣。捕らえられまい。そこよ、捕らえられまい。せいや、しまった。見切れるか。捕らえられまい。そこだ、食らい尽くす。
呪い、捕らえられない、とどめ、死にさせん、ラッシュストライフ、そこだ、食らい尽くす、呪い、やれやれね。油断は禁物だぞ。食らい尽くす、逃しはしない、サンダーブリッツ、そこよ、見切れるか、捕らえられまい、見切れるか、効果時、そこよ、見切れるか、そこよ、一の方来い、銀河王鳳、音的退散、一の方来い、見切れるか、芝居だ、見切れるか、見切れるか、効果時、勝負ありだな。油断は禁物だぞ。そこだ、食らい尽くす、とどめ、ラファティレイブン、呪い、ゼイヤ、そこだ、食らい尽くす、捕らえられまい、呪い、ゼイヤ、逃しはしない、サンダー、勝負ありだな。油断は禁物だぞ。食らい尽くす、逃しはしない、サンダーブリッツ、捕らえられまい、そこよ、捕らえられまい、捕らえられまい、効果時、そこよ、呪い、月に立てん、そこよ、そこだ、食らい尽くす、邪魔よ、呪い、ゼイヤ、逃しはしない、サンダーブリッツ、そこだ、食らい尽くす、楽な戦いばかりじゃ修行、飛ぶわよ、落ちるなよ、覚悟はいい、くらい、捕らえられない、とどめ、ラファティレイブン、呪い、そこだ、食らい尽くす、呪い、ゼイヤ、とどめ、ラファティレイブン、死にさせん、捕らえられまい、そこだ、食らい尽くす、呪い、ゼイヤ、とどめ、ラファティレイブン、そこだ、食らい尽くす、呪い、ゼイヤ、ラファティレイブン、そこだ、食らい尽くす、そこよ、呪い、捕らえられまい、とどめ、ラファティレイブン、そこだ、食らい尽くす、飛燕冷却、効果陣、そこよ、とどめ、ラファティレイブン、一撃、そこよ、効果陣、しまった、せい、効果陣、そこよ、呪い、そこだ、食らい尽くす、とどめ、ラファティレイブン、捕らえられまい、見切れるか、効果陣、そこよ、しまった、好きにさせん、好きにさせん、好きにさせん、そこよ、見切れるか、効果陣、そこよ、効果陣、そこよ、そこだ、食らい尽くす、見
生きれるか。好きにさせん。生きれるか。呪い、とどめ、ラファティーユ。好きにさせん。そこだ、食らい尽くせ。そこよ、とどめ、ラファティーレイジャー。一の方、しまった。好きにさせん、好きにさせん。捕らえられまい。効果で、そこよ。捕らえられまい。そこだ、食らい尽くせ。捕らえられまい。とどめ、ラファティーレイジャー。そこよ。しまった。好きに。効果で、しまった。効果ゲット。やられるわけにはいかない。料理できたわよ。剣さばきはさすがね。いや、まだまだだ。この程度じゃ。あんたってどういうゴーマなの？夜叉だよ。戦いの鬼神だ。戦いの鬼神、道理で。ベルベットこそ何なんだ。ずいぶん変わったゴーマみたいだが。クーマよ。クーマ？聞いたことないが、どういうゴーマなんだ？敵を食って力に変える化け物。それ以外は知らない。女で敵を食らうというと、鬼ババの一種かな。はあ？今の顔、ちょっとそれっぽかったぞ。お前の剣技、どこの流派だ？誰に教わった？我流よ。それにしては立ち筋がいいし、基本もきちんとしてる。それなのに、いきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だから、我流って言ってるでしょ。あんたこそ、何なのその二刀流。命の太刀とやらを抜きもしないで。抜かないからいいのさ。はあ？それも蘭月家の教えってやつ？おう。借りたものは返す。すべてはそのためにある。わけわからない。お前、味がしないって言ってたが、匂いはどうなんだ？なんで？味覚ってのは嗅覚とセットみたいなもんだ。鼻をつまんで食うと味がわからなくなるだろう？匂いは人間だった時よりも敏感かもね。あんたは違うの？俺も五感は鋭敏になってる。しかし、匂いはするのに味はしないか。お前は自分のことをクーマと言っていたが、
ずいぶん寂しい食生活だな。そういうあんたは何を食べてるのよ。主に浸水だな。飲み物じゃない。寂しいのはあんたもでしょ。バカを言うな。浸水ほど奥深いものはないぞ。素材も製法も千差万別、甘いも辛いも融通無下。舌の上に広がる熟成された味わい、鼻をくすぐる芳醇な香り、お子様には分からん世界さ。あっそ。ゴーマになって以来、回るのが早くなったのがたまに傷だがな。ゴーマの味覚って。いますし、うっかり落ちたのか。こいつに落とされたか。ふっそこよ。しまった。しまった。降下しまった。降下で引きしまった。降下しまった。降下で引きしまった。降下しまった。降下しまった。降下でそこよ。呪い。降下で降下しまった。降下で呪い。行くわよ。こいつが例の殺人犯だな。ヘラビーサのクソ野郎どもめ、俺を借りに来やがってた。そのようね。好きにさせ。効果で効果でしまった。邪魔だぜ。捕らえられまい。効果で効果で効果で好きにさせ。効果で効果で捕らえられまい。捕らえられまい。効果でそこだ。食らい尽くせ。呪い逃しはしな。インフェルノブルー捕らえられまい。呪いそこだ。食らい尽くせ。そこよ逃しはしな。インフェルノブルー効果で見切れるか。効果で引果で因果を応援好きにさせ。効果で効果で効果でそこよ。呪い見切れるか。効果でそこだ。食らい尽くせ。逃しはしな。インフェルノブルー効果で効果で効果で呪い効果で捕らえられまい。しまった。好きにさせ。
そこだ、食らい尽くす、捕らえられない、逃しはしない、インフェルノブン、効果陣、しまった、違うぜ、すごい、そこよ、効果、しまった、見切れるか、見切れるか、効果陣、捕らえられない、効果陣、まだ死ねねえ、奴らに復讐するまでは。復讐？俺を殺そうとしやがった組合の草どもにだ。密輸の責任を俺に押し付けやがって。密輸は組合がやってたってこと？そうだ、俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが、そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし、お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて全員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマシがいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けて、あんたは死んだと報告する。そうすればタイマシたちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するためで、私が出発した後騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。